ジョルジュ・デュアメルは、フランスのユマニスムの作家、詩人、アカデミー・フランセーズ会員。代表作に、パスキー家の記録、サラバンの生涯と冒険などがある。1918年、コンクール賞のほか、芸術文化勲章コマンドゥール、レジオンドヌール勲章グランクロワを受けた。パリ13区に生まれ、移り気な父のため、幼少期に転居を繰り返しながら、 12歳の頃から試作し、1900年には小説も書いた。1901年、大学入学資格試験を通過し、1902年医学大学へ進んだ。1902年頃、シャルル・ビルドラック、ルネアル・コスラの若手作家を知った。しばしば近隣諸国に遊ぶ一方、学士稼ぎもした。1906年秋からの14ヶ月間、ビルドラック、 アルコス他の詩人、作家、画家、音楽家、印刷コーラとパリナントークレテイユの古屋を改造したクレテイユの創院にこもって出版で自活しようとする理想主義的文学共同生活を営みジュールロマンも参加した。アベーパと呼ばれた。1907年、詩集、伝説、戦闘を創院から出版した。アベーハ仲間との交流はその後も続いた。 1909年、卒業して医学博士となり、製薬の研究所に勤務し、また、文芸雑誌、メルキュールド・フランスの歯科批評欄を担当した。この年、女優ブランシュ・アルバーヌと結婚した。1914年からの第一次世界大戦には、志願して野戦外科医となり、約4年間に数千件の手当てをした。その体験を、1917年の、 巡南者の記録と1918年の文明とにまとめ、校舎によりコンクール賞を得た。その後、機械文明や画一主義よりはユマニスムの寛容を尊ぶべしとする文筆活動を続けた。1927年のソビエト旅行、1929年のアメリカ旅行の見聞をモスクワの旅と未来生活情景とにまとめ、 前者の核一主義と後者の機械主義文明を批判した。1935年から1938年までメルキュールド・フランスの主筆を務めた。1935年10月、人民戦線賛成の署名を拒否した。11月、アカデミー・フランセイズの会員に選ばれた。風雲急なヨーロッパ各国で技術的発展にでなく人間の心に基づく文明を説いた。 ナチス占領期の1941年、ルイ・アラゴンらに共産党の態度クレジスタンスグループ国民戦線の一派として結成された全国作家委員会の入会を要請されたが、応じなかった。1942年、ドイツ占領軍に全著作の発売禁止処分を受けた。1944年、パリ解放後、ようやく全国作家委員会に入会したが、 大独協力作家のブラックリストをレトル、フランセーズ紙に掲載するなどの角のエピュラシオンに反対し、1946年脱会した。1950年、左翼のルイ・アラゴンと論争し、彼に非難された。1952年、読売新聞の招待で訪日した。その後も分筆活動を続けたが、1960年健康を、底ね、 1966年4月、バルドワーズ兼バルモンドワの別荘で、81年、あまりの生涯を閉じた。生前、次の肩書きも持った。医学アカデミーシャルルビルドラックは、姉の夫である。作曲家のアントワーヌ・デュアメルは息子である。ありがとうございます。